お服の補助金第4弾いいですね。はい、始まりました。お服こと福島です。名取です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は事業再構築補助金の申請についての動画ということですが、名取さん、はい、採択結果出ましたね。出ましたね。11月の30日、もう本当月末の最後にようやく出ましたね。はい、そうですね、長かったですね。そうですね。名取さんはあの案件採択されてましたね。あの案件、はい、はい、あの案件採択されてましたね。そうですね。内容としてはバドミントン教室をスポーツクラブみたいな感じですかね。そうですね。を営んでいた事業者さんが今度は卓球、まあ、よりこうエリアにニーズがあるようなものだったりだとか、うん、まあ、そういう卓球教室自体が割とまあ閉鎖的って言っちゃうとあれですけども、それなりにクロート向けみたいな、まあ、教室が多いみたいだったので、うん、まあ、そこにちょっとアプローチして、まあ、万人で気軽に利用できるような取り組みをされたっていうのが、まあ、無事に採択されていましたね。まあ、そうですね。はい、他にもまあ居酒屋から焼肉屋とか、うん、まあ、割と再構築で紹介されているものの王道なパターンだったりとか、うん、まあ、あとはもうレストランがキッチンカー移動販売を行うとか、まあ、そういうものも採択されてましたね。そうですね。福島さん、どういう案件が気になってましたか？そうですね、はい、私はあの採択された案件だと、まあ、もともとその美容系コンサルをやられていた方が、うんうん、まあ、やっぱりこうコロナ禍でセミナーとかがこう減ってしまったので、はい、新しい取り組みをしたいというところで、うんうんうん、まあ、その美容系ではあるんですけど、その食品のあのサプリとか、まあ、そういったものを新しくこう製造していくっていう方向性にいったものが採択されたのは結構印象的ではありましたね。なるほど。そうですね、やっぱりその元々あったノウハウっていうのも生かされてもいますし、うんうん、連動性はあるけど新事業っていう要素がかなりあるので、いい計画書だったなというふうに思ってますね。そうですね、はい、まあ、そうすると再構築 の、まあ、あのポイントの加点の一つにもなってると思うんですけども、はい、まあ、今までこう取り組んだことがないリスクのある取り組みかどうかっていうのは結構ポイントだったんですけど、うん、はい、一応結構関連づいてますよね。スポーツ事業からスポーツ事業とか、うん、飲食から飲食、うん、で、まあ、美容系とか、まあ、食品とかっていうのも割と関連しているので、はい、まあ、違う事業ではある中でも、まあ、大きなカテゴリーとしては一緒であっても、割とやっぱりあの採択がされるっていう感じだったんですね。そうですね、両方分かってきたってところもありますね。うん、業種はねバラバラなので、この業種がまあ通るっていうのは正直ないんですけども、うん、まあ、選定するのはちょっと難しいですね。やっぱ取り組み内容次第っていうところにやっぱなってくるので、うん、まあ、一概に言えないところありますね。そうですね、まあ、この業種はバラバラではあるんですけども、うん、このポイント、はい、採択されたっていう、こう有さんいっぱいいると思うんですけど、はい、共通したポイントって何なんですかね。そうですね、まあ、今回に限らずなんですけれども、一つは、いわゆるリベンジ申請、うん、例えば前回ダメだった、前々回ダメだったが今回受かったっていうのもやっぱあるんですよね。うん、まあ、リベンジ申請っていうふうに我々は言ってるんですけどもこのなぜその採点が通りやすいかっていうところは、やっぱりブラッシュアップできるんですよね。うん、うん、やっぱり公募が始まって締め切りも決まって、うん、それまでに一気に集めて作んなきゃいけないっていう、やっぱり事業者さん多いと思うんですよね。うん、そんなやっぱり期間もないですし、準備期間もない中でもうバタバタバタっと作ってとりあえず出したみたいなものが多かったりするので、うん、で、まあ、その前回はダメだったと、うん、で次はもう絶対取るぞというところで、すでに完成しているものをやっぱりそのタイミングで見ると、うん、そうするとやっぱ違う視点も入ってくるし、あ、ここやっぱちょっと足りなかったかなとか、うん、これそもそもダメじゃねえかとかっていうのもやっぱり寝れる時間があるし、うん、あともう一つは不採択になってしまうと、事務局の方から不採択理由っていうのがまあ聞けるんですね。うん、すごく細かいわけではないんですけども、こういうポイントが書かれてなかったとか、うん、あとこういう要素があると良かったみたいなフィードバックがもらえるので、うん、逆に言うと次の申請までにそこをこう潰すじゃないですけど、うん、そのまあ課題となってた部分をクリアにしていって満たすようにして申請するっていうところがあるので、うん、あのそういう意味では、まあ、1回目ダメになってしまったとしても、まあ、次の回とか見据えて、うん、まあ、2回分ぐらいこうちょっと幅を見て、うん、で2回で取れたらいいなぐらいの、まあ、準備想定みたいな方がいいのかもしれないですね、結果として。そうですね、うん、これがまあ一つ目ですね。はい、はい、二つ目ありますかね。二つ目は、取りやすい枠っていうのがあるんですよ。うん、事業再構築補助金いろんな枠があるんですけども、まあ、ざっくり言うと通常枠、あとは
緊急事態宣言の影響を受けた事業者さんの特別枠っていうものですね、はい、もう一つ最低賃金をこう上げる枠とか、まあ、いろいろあるんですけども、うん、この通常枠特別枠とかっていうところで見てみると圧倒的にその特別枠の採択率が高いですね、うん、まあ、全国平均的にも高くなってますし弊社の中でもまあかなり9割ぐらいあるんじゃないですかね。そうですね、はい、あると思います。なので、まあ、この特別枠っていうのはやっぱり、緊急事態宣言によってかなり売り上げが下がってしまった、うん、30% 以上とかそういう規定があるんですけども事業者さんを、まあ、若干ちょっと救済するような要素もあるかなっていうところなので、うん、まあ、昨年の持続化給付金に代わるようなものみたいなこう噂が最初出てたんですよね、うん、まあ、それぐらいやっぱり結構積極的に、まあ、採択をしていくっていうことなのかなっていう気がしましたね。そうですね、はい、まあ、ある程度通常枠よりはちょっとこう上限額というか、はい、下がってきてしまうところはあるんですよね。そうですね、違いとしてはやっぱり通常枠は、もらえる上限額がやっぱり大きいんですね、うん、大きいとやっぱり4000万とか6000万とかもらえるんですけどやっぱりそれなりにハードルは高くなるんですよね、うん、で、かたや、特別枠の方だと、まあ、これも事業者の従業員人数によって上限が変わってくるんですけど、うん、一番低いところだと500万円がマックス、うん、なのでここもちょっと判断のところなんですけど割とハードルの高い通常枠を狙って高い金額を取りに行くのか、うん、はたまた特別枠で手堅くちょっと少額にはなっちゃうけれどもそっちを取りに行くかっていうところですね、うん、なので結果的にまあ0円かもしれないので通常枠だって、そうですね、だったらば500万でもいいからそっちでっていう選択肢ももちろんあるの で、うん、極端な話通常枠でダメだったものを、まあ、ほぼそのまんま、まあ、そのまんまって言うとあれですけど特別枠にするだけで採択が取れる可能性もあるかもしれないですよね。そうですね、可能性としてはね、まあ、なので、まあ、もらえないよりはもらった方がっていう方向性でもいいのであれば、うん、はい、そっちの方がまあ意外と良かったりとかしますね。そうですね、まあ、特別枠はまあ優先的に採択をしますというまあ枠になっているので、はい、まあ、その点も考えてこう判断していただくのもいいのかなと思います。はい、はい、で、まあ、3つ目のポイントもあると思うんです。そうですね、やっぱり専門家に依頼することとか、はい、まあ、相談することっていうところにはなってくると思います。まあ、我々のこと別に、ね、言ってるわけじゃないんですけども、ね、とはいえまあ事業者さんが慣れない計画書とか結構書き方とか申請の方法とか要件とかすごく細かいので、うん、それを本業でもうコロナで大変な中傍らやらなきゃいけないってやっぱり本来の力というか想像しているような計画っていうのも全部こう伝えられないし、うん、申請ってあくまで紙ベースになっちゃうのでその紙の中で全部審査官にこう伝えるような形になってくるので、うん、まあ、ある程度やっぱそういうノウハウとか経験、まあ、テクニック見せ方みたいなものもやっぱ要素としてあるので、うん、いかにこの自分でこの計画はいいんだっていうものがあってもそれがやっぱり審査のポイントに沿ってるのかとか審査の観点を見据えて書けてるかっていうのがやっぱり重要なポイントになってくると思うんですよね、うん、まあ、そういう意味ではまあ専門家だったりとか経験がある人とか、うん、まあ、そういう人の第三者の目線を入れて立て直していく考え直していくとか、はい、いうのはやっぱり重要だとは思うんですよね。そうですね、はい、まあ、今回支援機関ですかね、認定支援機関とかに、はい、どちらにしてもその支援をもらうっていうのが必須になっているので、うん、まあ、そこでご相談いただくっていうのももちろんあるとは思うんですけども、はい、まあ、そこにもこう差が多分あると思うんですね。どこまで計画書を見てもらったりだとか、うん、なのでそこはまあどこがいいかなっていうのはお客様皆さんのね事業者さんの判断にはなってくるとは思うんですけども、はい、っていうところですね。はい、はい、ありがとうございます。一応今ポイントを挙げていただいたんですけれども、はい、一つ目のポイントでリベンジすると通りやすいあったんですけど、はい、リベンジするにも次が第4回公募かなと思いますね。次の締め切りっていつでしたっけ。次が今月12月の21日になってくるので、はい、まあ、3週間ぐらいですね、まあ、もうすぐですね。もうすぐですね、結構、はい、うん、まあ、ただまあ前回も申請されていてリベンジっていうのであればまあ土台はもうできてると思うので、そうですね、そこがやっぱり大きいと思うんですよね、うん、前回申請したベースがあるので、うん、そこにあと残り時間でどれだけこうブラッシュアップできるかっていうのが、やっぱりキーになってくると思うので、そうですね、はい、まあ、かといってあと3週間ちょっときついなってなってしまっても、まあ、次第5回公募があるということですかね、うん、まあ、一応公募はねありますね、うんうん、まあ、予定ではあるんですけれども、はい、1月中旬開始うん、ということになってますね。来年の2022年の1月中旬に開始するというところですね、うん、そうですね、第4回の後ですね、はい、次が第4回が12月21日、うん、その次第5回が、はい、来年の1月中旬予定というところですね。そうですね、
まあ、一応第6回もあるとなってるんですけれども、まあ、おそらくその予算がそうですね決まって、一応やるよということは決まってるみたいなので、うん、ただまあ今年度と全く一緒かというと、まあ、若干変わる可能性もあると思うんですが、うんまあ、ベースはおそらくそのまんまかなとは思ってるので、そうですね、まあ、細かい要件とか、まあ、申請の仕方とか多少変更があるとは思うんですけども、うんまあ、そちらも含めてという感じですかね。そうですね、はい、その確認は必要になってくると思います。ではこう本題で挙げさせていただいたポイントのおさらいなんですけれども、ポイント3つ挙げさせていただきました、はい、1つ目がまずリベンジしたことですね。リベンジ申請ですね。リベンジ申請したこと、はいはい、で2つ目が、緊急事態特別枠、緊急事態宣言特別枠で申請したことですね、まあ、通常枠から特別枠に変更したとか、まあ、そういった感じで特別枠で申請したことが2つ目のポイントで、3つ目が専門家に、依頼したことになっております。というわけで、事業再構築補助金のポイントも挙げていったんですけれども、まあ、この補助金ですね、やっぱり準備の時間がかかるんですね。なので、まあ、なるべく早めに早めに準備いただきたいというところと、あとこの申請が電子申請っていうところがちょっと癖でして、やっぱこう電子なので途中で止まったりとかシステムが動かなくなったりとかいろいろこうトラブルもありえますので、なるべく早くご準備いただければと思います。はい、では今回ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。